それでは外側の皮下脂肪、セルライトを燃焼していきましょう。まずはスクワットから。足を肩幅大に開いて、そう、お尻を膝の高さまで下ろしていきましょう。両手も大きく振りながら全身で動いていきます。そう、立ち上がるときはジャンプするように膝をぐっと伸ばしていきましょう。その調子。はい、オッケー。今度はジャンプをしていきましょう。足を肩幅大に開いて、腰を下ろしたところから思いっきりジャンプをしていきます。そう、いいよ。手を思いっきり床に向かって振っていきましょう。着地するときは膝をクッションのように曲げていきます。そう、楽しくなってきたね。思いっきりジャンプしていきましょう。そう、あと少しよ。こらえて、頑張って。はい、オッケー。よく頑張ったね。呼吸を整えて。そう、今度は手をついて足を歩かせていきましょう。両手をついたら片足ずつ手の横へ。そう、全身を使って大きく動かしていきましょう。足を戻すときはお尻を上げたままにしないで、しっかりと遠くの方に足を置いていきましょう。そう、いいよ、その調子。あと少し。はい、オッケー。よく頑張ったね。呼吸を整えて。今度はバウンドしたらジャンプをしていきましょう。腰を低くして2回バウンド。両手を胸の前から大きく振りながら思いっきりジャンプしていきましょう。そう、着地するときはしっかりと膝を曲げて。ジャンプしてると楽しいね。そう、いいよ、その調子。はい、オッケー。よく頑張ったね。呼吸を整えて。今度は両手を床について膝を肘に近づけていきましょう。そう、膝を肘に近づけるときは背中に丸みをキープして、肋骨をぐっと閉じるように。慌てずにゆっくり。足を戻すときはつま先を遠くの方に、お尻が上がりすぎないように気をつけて。いいよ、その感じ。はい、オッケー。よくできたね。呼吸を整えて。今度はさっきの手をついて足を歩かせるところから思いっきりジャンプしていきましょう。そう、ジャンプするときは思いっきり楽しく。その調子。足は遠くの方に戻して、慌てずに自分のペースを維持するの。そう、いいよ、その調子。あと少しよ、頑張って。はい、オッケー。よく頑張ったね。そう、残りあと2つよ。呼吸を整えて。今度はスパイダーをしていきましょう。肩の真下に手首をキープしたまま、膝を外側から肩に向かってキックしていきましょう。キックするときは反対側の体側をしっかりと伸ばして、キックする足の脇腹をしっかりと締めてあげるの。そう、いいよ、その調子。頑張って。はい、オッケー。よく頑張ったね。呼吸を整えて。これでラストよ。最後は足を開いて閉じてジャンプしていきましょう。ジャンプするときはお尻を膝の高さまでしっかりと下ろして着地していきましょう。その調子。そう、楽しくぐるぐると回っていきましょう。あと少しよ、こらえて。その調子。はい、オッケー。お疲れ様でした。